私たち南洋カンパニー部はフェアトレードやカーボンオフセット、クールチョイスの3つの活動で地域貢献を行っています。1つ目はフェアトレードです。フェアトレードとは公正な貿易といい、発展途上国の人々が作った商品を公正な値段で購入して生産者の生活を支援する活動です。やっと気象についてのお話をしていただきました。またイベント終了後、エシカル商品を購入された方がいることから、エシカル商品や地産地消について理解していただけたと考えます。次に被害状況です。全国的に鳥獣被害による農作物の被害は深刻で、各地域でも対策に苦慮しているのが現状です。鳥取県内を見ても年間8000万円以上の被害金額があり、年々増加傾向です。また右のグラフを見ても、有害動物の中でも圧倒的にイノシシによる被害が多く見られます。フェアトレードの生カカオ豆から作るチョコレート教室を今までに2回開いてきました。また今年中に2回開きたいと考えています。グローバルな食育としての重要性もまた同様に考えています。収穫後は愛子なし、そしてスクマの製造へと行っていきます。これは天然薬発酵立てでできた藍の花です。右の写真は藍染め交流をした植物活用家の生徒と中国、韓国の学生です。その施設を利用してスクールカフェ吉野川との名称で、地域の食材等を使ったスイーツやコーヒーなどの飲み物を提供しており、昨年度からは同施設をエシカル商品の実践啓発活動の拠点としても活用しています。そして10月19日にはスクールカフェ吉野川においてフェアトレード推進に向けた吉子エシカルカフェを開催しました。そして私たちが県内各地に興味を持ち、いろいろな活動に参加しているときに、ひょんなことから三好市地域おこし協力隊の方と出会い、そこから三好市の徳前地区の方々、知るっていうことは変わるっていうことなんですよね。知って気づいて、知って考えて、そして自分が変わる、そしてその次に人を変えられるようになる、このサイクルですよね。こういったサイクルがどんどん、この先広がっていくと、地球はひょっとしたら君たちが変えられるんじゃないか、世界を変えることができるんじゃないかなっていう、そういうなんかワクワク感